レバラグループは、欧州を中心に、MVNO 事業者として、サービスを展開する通信会社である。レバラモバイルは、プリペイド端末、ペ a アズ s u ゴーや、SIM カードを移民などの労働者をターゲットに低価格で、提供している。社名の由来は3人の創設者の頭文字からである。レバラグループの創立は2001年、ラジーさんヨガナさん、ラシアラジトレオン。 バスカラン、ランディアの3人で空港のカフェで企業を思いついたという。同社の最初の製品は国際コーリングカードで独立系携帯ショップで販売した。2004年に携帯キャリアテルファートを利用する史上初の低価格シムカードサービスをオランダで開始した。2009年にはボーダフォンのインフラを利用してオーストラリアでサービスを開始。それから UK、デンマーク、 ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス、フランスにサービスを拡大した。UK では、レバラの16から24の国際的な学生コミュニティにアプローチするためにターゲットメールを活用した。2010年5月には、オランダでチッピーブランドと顧客ベースを獲得した。レバラの年間セールスは2010年に565ミリオンユーロに達し、 300万人以上の顧客を有している。2011年3月にはイギリスでレバラマネーというサービスを開始し、海外送金を可能にした。同社の事業はオーストラリア、デンマーク、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スペイン、スイス、及び UK で展開している。ありがとうございます。